ノーフォークウェスタン鉄道は200以上の鉄道会社を合併してできたアメリカ合衆国で1838年から1982年まで存在していた一級鉄道会社である。その150年間の歴史を通じて大半の期間、本社はバージニア州ロアノークにあった。ノーフォークウェスタン鉄道は社内のロアノーク工場で 蒸気機関車と発パ車を製造していたことで知られる。1960年頃、アメリカの主要な鉄道会社の中で最後に蒸気機関車からディーゼル機関車へと移行した。20世紀中頃、ノーフォークウェイスタン鉄道は、長年のライバルであったポカホンタスタンデンで運行するバージにアン鉄道と合併し、さらにニッケルプレート鉄道やウォーバッシュ鉄道など、 隣接地域の他の鉄道会社と合併を繰り返して規模と収益性を拡大し合衆国内14州とカナダの1州に範囲を広げて大西洋からミシシッピ川五台湖の間で7000マイル以上に及ぶ路線網を形成したノーフォークウェスタン鉄道は同じく収益性の高い鉄道会社であったサザン鉄道と合併して1982年に ノーフォークサザン鉄道となった。ノーフォークウェスタン鉄道は、ジェームズ川の港であるバージニア州シティポイントからアポマトックス川の滝線上にある同州、ピーターズバーグまでを結んでいた全長9マイルの短距離鉄道のシティポイント鉄道に始まる。1854年、シティポイント鉄道は、ピーターズバーグとリンチバーグを結びそこで、バージニアテネシー鉄道や、 ジェームス・リバーカナワ・ウンガと連絡していたサウスサイド鉄道の一部となった。1847年にバージニア士官学校の工学課程を卒業したウィリアム・マホーンはフランシス・マロリー博士に採用されて1853年からノーフォークピーターズバーグ鉄道の建設に関わり南北戦争前の時期にその社長に就任した。 バージニア州ノーフォークそばのグレートディスマルスワンプを横断するために建設されたマローンの革新的な丸太道は沼の表面の下に直角に材木の基礎を敷き込んだものであった。150年後の現在でもなお使用されており膨大な石炭輸送の荷重に耐えている19世紀の非常に効果的な建設物である。マホーンはバージニア州アイル・オブ・ワイト郡のスミスフィールド出身の オテリア・バトラーと結婚した。彼女は教養のある女性であったと言われている。彼女の父親、ロバート・バトラー博士はバージニア州の財務長官であった。有名な話として、オテリアとウィリアムは新しく完成したノーフォークピーターズバーグ鉄道の52マイルのサフォークとピーターズバーグを結ぶ接線上の路線に乗って旅行しながら、 当時彼女が読んでいたウォルター・スコット卿の書いたアイバン法の中から駅に名前をつけていった。スコットランドの歴史的な小説の中からウィンザー、ウェイブリー、ウェイクフィールドの名前が選ばれている。彼女はまた、スコットランドの一族のマクアイバーという名前からサウサンプトン郡のアイボアという小さな町の名前を作り出した。二人が合意できなかった場所では、二人は、 その論争を記念して新しい言葉を作り出したと言われ、それが小さなディスプタンタの街が名付けられた由来となっている。ノーホークピーターズバーグ鉄道は1858年に完成した。南北戦争中、マホーンはアメリカ連合国の陸軍少将,将となった。彼は1864年から1865年にかけてのピーターズバーグ包囲戦中のクレーターの 戦いでの活躍で英雄とみなされている。オテリアは連合国首都のリッチモンドで看護師として働いた。ノーフォークピーターズバーグ鉄道のうち図に,にあるブラックウォーター側から東の部分は戦争の大半を通じて合衆国側の手にあり戦争でかなりの被害を受けた。シティポイント鉄道の東側は合衆国側のユリシーズ・グラント将軍にとって ピーターズバーグ包囲戦の中で重要な役割を果たしており、合衆国軍用鉄道の手で運行されていた。サウスサイド鉄道もまたかなり破壊された。アポマトックスで1865年4月9日にロバート・イリー将軍が降伏した後、配下の将軍たちに対して帰還して南部の再建に力を注ぐように命じ、魔法もこの指示に従った。魔法夫妻は、 南北戦争後のバージニア州が再建に向けて動き出した時期では著名な人物であった。戦後、魔法音は彼のノーフォークピーターズバーグ鉄道の再建に早速取り掛かり、三つの幹線をバージニア南部を横切って西部への連絡点へとつなぐ、彼の夢を再開した。彼はなんとか三つすべての社長になり、1870年に ノーホークピーターズバーグ鉄道、サウス、サイド鉄道、バージニアテネシー鉄道を連合させて、ノーホークからブリストルまでの408マイルの新線を伸ばして、アトランティックミシシッピオハイオ鉄道を形成する原動力となった。魔法夫妻は本社をアトランティックミシシッピオハイオ鉄道の中間に、あるリンチバーグへと移転させた。 同社の AM&O という略字は、オールマイン &O テリア S という言葉の略字で、あると言われている。同社は4番目の路線として、カンバーランドギャップを通じて、ケンタッキー州への路線を計画したが、結局建設されなかった。1870年代前半、アトランティックミシシッピオハイオ鉄道は、数年間にわたって、利益を上げたが、他の多くの鉄道会社と同じように、 1873年の不況の影響で経営危機に陥った。マホーンはイングランドとスコットランドの再建保有者との関係が悪化する1876年までさらに数年経営を続けたが、その後破産管財人が彼の仕事を監督するようになった。破産管財人の管理下での数年間にわたる運営の後、1881年に、 北部の資本が経営権を握って魔法の鉄道建設者としての役割が終わった。アトランティックミシシッピオハイオ鉄道は競売にかけられペンシルバニア鉄道と提携していたフィラデルフィアの個人銀行会社である EW ・クラークによって買収された。EW ・クラークはポトマック川から峡谷をたどって建設中で南部への接続を欲していた。 シェナンドーバレー鉄道を保有していた。アトランティックミシシッピオハイオ鉄道は、おそらくは、ノーフォークの住民が1850年代に申請した鉄道免許から名前を取られて、ノーフォークウェスタン鉄道と解消した。鉄道業界における経営は失ったが、マホーンはバージニア州の政界では相変わらず活躍しており、調整党の党首となった。そのため、彼は、 州がアトランティックミッシシッピオハイオ鉄道の売却で得た収益の一部を彼のピーターズバーグの住居近くの共同体のために使わせるように取り計らうことができた。これには現在バージニア州立大学となった大学や現在セントラルステートホスピタルとなった精神保健施設を設立する基金を含んでいる。マホーンはピーターズバーグのウィリアム・キャメロンの バージニア州知事選挙への段取りをつけ、また彼自身も後にアメリカ合衆国上院議員を一期務めている。彼はワシントン DC で1895年にひどい脳梗塞に襲われて直後に亡くなった。オテリアは1911年に亡くなるまでピーターズバーグで暮らした。ノーホークウェスタン鉄道が設立された1881年5月。 ジョージ・ F ・タイラーが社長に任命された。土木技術者でクラーク社に協力していたフレデリック・ジェイ・キンボールは初代の副社長となった。マホーンが1855年に雇ったことがある。ヘンリー・フィンクは2代目の副社長、後に総監督となった。シェナンド・バレー鉄道とノーフォーク・アンド・ウェイスタン鉄道の接続点として、キンボールと取締役会は、 ロアノーク川に面したバージニア州の小さな村、ビッグリックを選んだ。後に村はロアノークと解消された。会社が1881年に設立された当初は、主に農産物を輸送していたが、地質学に強い関心のあったキンボールは、バージニア州西部とウェストバージニア州南部のポカホンタスタンデンを開発する方向へと会社の舵を切った。 1881年中頃、ノーフォークウェスタン鉄道は、ニューリバー鉄道、マイニングマニファクチャリング会社、ブルーストーン鉄道、イーストリバー鉄道という4つの路線の営業権を手に入れた。これらの会社は、キンボールが社長を務めるニューリバー鉄道へと統合され、ノーフォークウェスタン鉄道のニューリバーディビジョンの基礎となった。 ニュー川の西岸のニューカナワからパラスキカウンティを通って、ジャイルズカウンティへ入り、グレンリン近くのイースト川、川口までがすぐに建設された。そこから、新線はイースト川に沿って遡り、バージニア州とウェストバージニア州の境界を何度も行ったり来たりしながら、グレート、フラットトップマウンテン近くの丹田へと到達する。石炭は当初ノーフォークへと輸送され、 まもなくノーフォークウェスタン鉄道にとって主要な輸送品となり大きな収益をもたらした。キーンボールはノーフォークウェスタン鉄道全体の社長に就任し、さらなる拡張を監督した。彼の経営のもとで会社はウェストバージニア州のアラノを通じて路線を伸ばし、オハイオ拡張によりついにオハイオ側を北へ横断してオハイオ州コロンバスへと到達した。 長らく、ノーフォークウェスタン鉄道が借り受けていた、シェ南道バレー鉄道を含むいくつかの路線を、買収して、路線もオハイオ側に沿って西へシンシナティまで伸ばし、南は、リンチバーグからノースカロライナ州ダーラムへ、ロアノークからノースカロライナ州ウィンストンセーラムへと、伸ばした。これにより、キンボールが1903年に死去するまで使われ、続けた、基本路線構造が完成した。 ネルソン・ブレイクが書いたウィリアム・マホーンの伝記によれば、マホーンは鉄道に対する経営権を1881年に失ったが、新しい丹田地帯にかなりの土地を個人的に所有し続けており、ノンホークウェスタン鉄道の拡張とその石炭輸送により、彼は死んだ1895年までにバージニア州で最も豊かな人間となっていたという。 歴世炭1885年40万エーカーに及ぶ歴生炭の丹田を保有していたいくつかの小さな鉱山会社が丹田最大の土地所有者となるフィラデルフィアに本社を置くフラットトップコールランドアソシエーションを形成したノーホークウェスタン鉄道はこの協会を買収してポカホンタスコールコーク社へ再編し さらに後にポカホンタスランド社へ解消して、現在はノーフォークサザン社の子会社となっている。ポカホンタスタンデンの高品質の歴生炭の評判が高まるにつれて、経済的な力が接鹸した。炭鉱の創業会社と、その労働者はナンダースモの町を、ウェストバージニア州南部に設立し、その数年後に石炭の需要が増加したことにより、 彼らの中には財を成す者も現れた。田舎町に、すぐに、飲み屋、コークスロ、労働者住宅、会社経営の商店、教会などが建っていった。1929年の世界恐慌までの40年間と、その後の不況の時期、これらの炭鉱町は繁栄の時期を迎えていた。例えば、ウェストバージニア州、ブラムウェルはその絶頂時アメリカ国内で、 人口あたりの100万長者の人数が最も多い町であった。1886年、ノーフォークウェイスタン鉄道は、ノーフォークの北にあるノーフォークカウンティのランバーツポイントの石炭桟橋へ直結する線路を延長した。ランバーツポイントには、ハンプトンローズを通じて石炭を出荷するための世界最大規模の石炭積み出し設備が建設されていた。 労働者とその家族を収容するための住宅地も建設された。ランバーツポイントの初期の居住者は石炭産業関係者であった。丹田が開かれたことにより、ノーフォークウェスタン鉄道は繁栄し、またポカホンタスタンは世界的に有名になった。1900年までにはノーフォークは東海岸で最大の石炭輸出港となった。ノーフォークウェスタン鉄道と 後に隣接するバージに安鉄道によって運ばれた石炭は当時の世界の海軍の燃料のおよそ半分を占め現代でも世界中の製鉄所や発電所で燃料として使われている。ノーフォークウェスタン鉄道はロアノークにあった大規模なロアノーク工場で蒸気機関車を内製していたことで有名である。これはアメリカではあまり一般的ではないことで 世界的に見ても珍しいものであった。ただし、イギリスの鉄道では、自社で機関車を製造したり、メーカーが設計した機関車を買うのではなく、鉄道会社が設計した機関車を発注したりすることは普通であったし、日本でもそういう例は存在する。ノーフォークウェスタン鉄道ロアノーク工場では、何千人もの職人を雇っており、 機関車を製造するだけではなく様々な種類の車両について多くの仕事をこなしていた。長年にわたってノーフォークウェスタン鉄道はその製品を洗練してきた。最終機のクラス A、J、Y6 などの機関車がその成果である。車内で設計し、製造し、保守してきたこれらの3形式は、同社の蒸気機関車の技術の優秀さを鉄道業界に知らしめた。 ノーフォークウェスタン鉄道が蒸気機関車にこれほど肩入れしたのは一つには製造設備と製造、運行に関わる人員にかなりの投資をしてきたからでもあるしもう一つには同社が石炭を主要な輸送品目としていたからでもある。バージにアン鉄道を買収したすぐ後の1960年ノーフォークウェスタン鉄道はアメリカの主要な鉄道では最後に ディーゼル機関車へと移行した。蒸気機関車の製造が終了しても、ロアノーク工場は、その他の種類の車両の製造と修理を続けており、ノーフォークサザン鉄道の時代になり、さらに21世紀になっても続けられている。1218USA1987 年。 ノーフォークウェスタン鉄道の有名な蒸気機関車のうち何両かは保存されており、例えば J クラスの611号、A クラスの1218号などはノーフォークサザンの最初の社長、ロバート・クレーターの時代の1990年代まで観光運転に使われていた。これらの機関車は現在はロアの奥にあるバージニア交通博物館で生体保存されている。 ミズーリ州セントルイスにある国立交通博物館ではクラス Y6A の2156号が保存されている。クラス M の475号はペンシルベニア州ストラスバーグのストラスバーグ鉄道で今も運行されている。ノーフォークウェスタン鉄道は第一次世界大戦から大強行、第二次世界大戦を通じて収益を上げ続け、決まった配当を出し続けた。 第一次世界大戦中、ノーフォークウェイスタン鉄道はアメリカ合衆国鉄道管理局の戦時買収の下で、その隣接する競合事業者であるバージにアン鉄道と共同運営された。運行の効率はとても重要であった。そして戦争が終わり、鉄道がそれぞれの本来の持ち主の手に返されて競争が再び始まっても、ノーフォークウェイスタン鉄道は バージニアン鉄道のバージニア州における線形の良い線路に執着した。しかしながら合衆国集裁通商委員会に合併を拒否され、最終的にノーフォークウェスタン鉄道とバージニアン鉄道の合併が承認されたのは1950年代になってからのことであった。ノーフォークウェスタン鉄道はこの時期安全性でも優れており、1938年の ハリマン賞を受賞した。1939年に発行された反則パンフレットでは、アメリカ安全博物館は、アメリカ合衆国の一級鉄道事業者の中で、消出した安全記録に対して、12年間で2度目のハリマン記念金メダルをノーフォークウェスタン鉄道に対して与えたと書かれている。また、1924年から1938年までの、 間に100万人の乗客を8,600万マイル以上の距離、無事故で輸送したことも特筆される。バージにアン鉄道は、ウィリアム・ペイジとヘンリー・エイチ・ロジャーズによって計画され、建設された。ペイジは、技術者を支援して、チェサピークオハイオ鉄道を、ウェストバージニア州の山並みを越えて建設し、またロジャーズは20世紀初期に、 彼らが協調する以前にすでに100万長者でスタンダードオイルの社長であった。当初、バージにアン鉄道のプロジェクトは80マイルほどの短い鉄道であった。談合して彼らを締め出した大鉄道会社により石炭輸送に良い運賃で参入することができず、プロジェクトは拡大した。ロジャーズは初期には経営にあまり関わらない人物で、また、 大鉄道会社はページを大した人間ではないと考えていた。しかしながら彼らは山から海までのウェストバージニア南部の丹田からハンプトンローズにあるノーホーク近郊のスウェルズポイントの桟橋までの鉄道を計画し建設した。彼らは二つの小さな鉄道、ウェストバージニア州のディープウォーター鉄道とバージニア州のタイドウォーター鉄道を建設することで すでに存在している大鉄道会社であるチェサピークオハイオ鉄道とノーフォークウェスタン鉄道の目と鼻の先でこのプロジェクトを実行した。一旦建設許可と土地の購入を取り付けると、この二つの小さな鉄道は1907年に合併してバージにアン鉄道となった。ページが技術面を担当し、ロジャーズがほとんどを出資したバージにアン鉄道は、 最善の経路と設備を購入して、運行経費を下げるという方針で建設されていた。鉄道完成の検事をマーク・トウェインがノーフォークで行い、そのわずか6週間後の1909年5月、完成した鉄道の検査工程をたった一度しただけで、ロジャーズは亡くなった。同年6月、ブッカー T ・ワシントンが、ロジャーズの個人用の車両を、ティキシーに乗って、バージに、 アン鉄道で旅をしながら演説をして回り、ロジャーズが南部の多くの小さな学校や高等教育機関に寄付をして黒人の生活の改善に貢献したことを明らかにした。50年にわたり、バージに、アン鉄道のその最高規格の線路は強大な競合車であるチェサピークオハイオ鉄道とノーフォークウェスタン鉄道との石炭輸送をめぐる競争に貢献した。 ロジャーズの哲学に沿って600マイルほどの路線を敷いたバージニ・アン鉄道はその歴史を通じて利益を上げ続け世界で最も裕福な小鉄道と呼ばれたバージニ・アン鉄道では最大規模の蒸気、電気、ディーゼル機関車を運行したバージニ・アン鉄道では134マイルにわたる電化を1922年から1926年に かけて1500万ドルをかけて実施し、バージニア州ナローズに独自の発電所も建設した。1925年から1950年にエルクホーオ音トンネルとグレート、フラットトップマウンテン地区の短い区間での電化設備を撤廃するまでの間、ノーフォークウェイスタン鉄道も同じ発電所からの電力を利用していた。合併後、バージニ 安鉄道の電化設備も1962年に使用が中止された。1959年にバージに、安鉄道がついにノーホークウェスタン鉄道に合併された時、集裁通商委員会の承認がアメリカの鉄道業界全体に合併と近代化の動きをもたらすと考えられた。1964年、この時代の合併の中でもかなり複雑な合併が起き、 かつてのウォーバッシュ鉄道、ニッケルプレート鉄道、ピッツバーグウェスト、バージニア鉄道、アクロンカントンヤングスタウン鉄道が、ノーフォークウェスタン鉄道に合併された。この合併と、1976年のシカゴに、通じるより直接的な経路が加わったことにより、ノーフォークウェスタン鉄道は、大西洋と五大ことミシシッピ川を一本の鉄道で結ぶ。 中西部の重要な鉄道となった。1960年代後半、ノーフォークウェスタン鉄道はさらに、デラウェアハドソン鉄道、エリー・ラッカワナ鉄道、レディング鉄道、セントラル・レール・ロード・オブ・ニュージャージーの組み合わせである、持ち株会社でレコを取得した。しかしながら、この子会社は、 北東部の混乱を抱えた鉄道で構成されており、ノーフォークウェスタン鉄道そのものへは合併されなかった。デレコの大半は後にコンレールとなっている。コンレールの大部分を1999年にノーフォークサザン鉄道が入手した際に、このうちのいくらかの部分も一緒に入手している。1981年9月1日、入りのターミナル鉄道を手に入れている。 ノーフォークウェスタン鉄道はまた、ピードモント航空の主要出資者でもあった。1950年代、カナディアンナショナル鉄道は新機軸として、一軍の車運車を導入した。この車運車は二層構造で、つまぶにドアを備えていた。その当時の標準からすれば巨大な車両で、75フィートの長さで8台の自動車を搭載することができた。この車両は、 かなりの成功を収め、現代の有害者運車の開発へとつながった。三層構造のものは1970年代に開発された。1960年代には、車運車は来たアメリカにおいて、新生乗用車の輸送に広く使われるようになった。かつて使われていた有害者と比べて、より多くの自動車を詰め、また搭載作業が容易であった。さらに巨大な、 車運車と専用ターミナルがノーフォークウェイスタン鉄道やその他の鉄道によって開発された。鉄道ではより安い費用で輸送することができ、大いのないトラックに比べると輸送中の破壊行為、悪天候、交通事情による破損から防護することができた。車運車により鉄道は申請車両の長距離輸送において優位を占めることができ、 鉄道業界がトラックとの競争に打ち勝つことのできた少ない品目の一つであった。1980年代初め、同じくアメリカ東部の小さな鉄道会社の組み合わせでできた CSX トランスポーテーションとより効率的に競争するためにノーフォークウェイスタン鉄道は同じ利益を上げていたサザン鉄道と組んでノーフォークサザン鉄道を形成した。今日では かつてのノーフォークウェスタン鉄道が、ノーフォークサザン鉄道の重要な部分を占めており、ノーフォークに本社を置くフォーチュン500企業の一つであり、その本社は、ランバーツポイントの石炭桟橋のすぐそばにある。アトランティックミシシッピアンオハイオ鉄道と、ノーフォークウェスタン鉄道と建設し、南北戦争後に発展させた多くの人々の中でも、以下に挙げた人々は、特に有名である。 ありがとうございます。